この膝のサイズ。最初に我慢しとく。最初に我慢しとく。そう、そういう意味でいいよ。見て、フォーム自体は。でも下半身のパワーは今の方がいい。ねえ、はい、もうちょっと勉強しよう。いや、いいよ。あの足幅はもうちょっと狭めた方が良くないですか。出すやつやろ、はい、うん。ここが広すぎて、こっちに乗れてない感じがすごいです。こう乗せれるに対して、ここの自分がこの頭と膝の角度に一番安心するところに足を置けばいいのに、こっちを決めてこうしてる感じがするから、これ以上前に行けないんですよ、うんうん、だから自分の一番いい重心、スタートしたい重心のところを決めといて置くのが多分一番このスタートが力が入る重心だから完璧な頭前や、うん、そう考えるそのセットのこの角度、この角度が大事、うん、でそしたら足を決めてその角度を作って足を置いたらほら、ここのはずないじゃん。さっき置いた場所のはずないじゃん。まだ掘れてないところに足が置かれてるじゃん、はい、ってことはこの幅が多分理想なんだと思う。それを足幅を先に決めちゃうから難しくて、なんか力出ないで入って出る感じでした。はい、わかりやすい。わかりやすい。めちゃくちゃわかりやすい。いいよな。その方がスタートのスムーズさはねえ。中に重心があるんだけど、こうならないように重心がちょっとつま先寄りのここに体重が、足のバランスは今みたいな感じ、はい、どっちかっていうと肘は何だろう、開くよりもちょっとこう締めることはないんだけど、こう先に割れると体が浮く、はい、あんまりこういうセットの仕方は私はしないんだけど、こう上から腕を落としたところの肘の位置、その角度、その角度、それが先に割れるとおかしくなる。ちょうど割れるぐらいだ。脇をこうやって締めてるわけじゃないんですか。締めちゃうときにここが窮屈になっちゃうし、背中も広がらないから、この背中をこの子あのラップルをしてるときの引くようなイメージの開き方に近いんだけど、そこを開いといてセットしてる。ここにしっかり懐を作って背中を広げるっていう意味で、私はここの形をちょっと大事にしてるんだけど、あんまりこうグッと締めすぎない。締めるとテイクバックがちっちゃくなっちゃうから。さっき注意したのは、セットした時に肘をこうやってバランスをここで広げてバランスを取ったの。だから崩れたの、スタートのリズムが。だからこう広げないでっていう話をしただけだから、いつもなってる感じではない。だから締めようとする必要はないと思う。このぐらいやっぱスタートはリラックスで、このセットはリラックスしてた方が次何をするか考えやすいからいいと思う。ここに一回さ、こうやって乗っけてるじゃん。この重心がこのリリースのここに欲しいんだよ。
そうそう、そこに欲しいんだよ。その時にスタートはここにしっかり重心があるのに、ゴールの時にはなんか違うところに重心があるから、なんか自分がばらついてる感じ。めっちゃいい、見てくる、めっちゃいい。そうそう、最初から乗ってない。で、ここに乗せちゃう。ないと最後のこの最後の締めに繋がってこない感じなんだよね。でもボールはここにあるんだけど、こう捉えてくることで、まあ多分前すぎた感じかな。うん、はい、そのスタートのそのセットした時のそこの重心のイメージで、本当にそれ以上でも以下もいらない、以上もいらない。なんかそこにあればあとはうまくいくから、なんかそこにあんまりフォーカスしすぎないで、はい、こんな感じだね。今よりもグラブが浮くと良くない、顎が上がる、はい。調子悪くてもそこそこ投げれるってことが、うちらの職業はすごく大事だから。なぜかというと、調子いい日ばっかじゃないから、調子悪くても試合に投げなきゃいけない日があるってことを考えれば、調子いい時にいいピッチングができれば誰でもできるんだよ。でも調子悪い時に、調子悪いなりにちゃんとそこそこ試合を作れるピッチャーが大体いいピッチャーって言われるピッチャーですから、調子悪くても負けないことが大事、ポイントはね。ってことは、その使い方が分かってないと修正しようができないから、内側に入れる感覚ってこういうことかとか、あ、こういう力加減かとかっていうのを見つければ難しいことじゃない。ただ見つけることが難しいからなかなかうまくいかない感じだから、まあ、見ていきましょう。よかったらコメントをよろしくお願いします。